玉刀町で収穫される、ハニーローザハニーローザは、スモモの一種。糖度は14%程度と高く、栽培が難しく収穫時期が短いことから、幻のスモモと呼ばれる。ホワイトプラムの自然交雑未生を選抜した品種で、農研機構で育成され、1996年に品種登録された。果実は、円形でサイズは40から50グラムとやや小さく、 火火はこなすと淡い紅色に染まる。主な産地は熊本県で自治体単位では玉東町が日本一の生産量となっている。幻のスモモハニーローザ出荷始まる。熊本県。2020年10月8日閲覧。幻のスモモプラ。都議翼島100%。熊本百貨店。鶴屋百貨店。2020年10月8日閲覧。 ハニーローザ、収穫祭からの試食販売会。熊門オフィシャルホームページ。2020年10月8日閲覧。ハニーローザ農研機構。www.naro.affrc.go.jp。2020年10月8日閲覧。ハニーローザ。www.town.gyokuto.、Ok、熊本 .jp。 2020年10月8日閲覧。J.、JA、Zen ウィークリー。コロロ、ハニーローザをファミリーマートで先行発売。J.、JA、Zen ウィークリー。2020年10月8日閲覧。ありがとうございます。